さて、今日は浅草までやってきました。有名な雷門があります。どうですかね、にぎわっていますかね。ちょっと進んでいきましょう。はい、仲見世です。まあ、梅雨時期で天気が悪くて平日で、しかもコロナ禍の今、人は少ないだと思うんですよね。でもゼロじゃない、やっぱり浅草は観光地なんですね。やっぱ人がいますよね。いろいろなお土産屋さんがありますね。まあ、左の店は名物の人形焼きの店です。まあ、外国人観光客向けにね、ナイロン生地の着物が売ってたりするんですよね。着物の形をした何か別のものにしか私には見えないんですけれども、ここね、両脇には仁王様がいますね。この奥を入るといよいよお寺の本堂になります。早速行ってみましょう。この奥に入ってお参りをします。ご本尊は聖観音菩薩です。恒例のおみくじタイムです。浅草寺のおみくじは他の神社とかお寺と違って、凶や大凶が入ってるんですけど、吉が出ました。最近おみくじは吉が続いてますね。そう、右から左へ読みます。次は隣の浅草神社で参拝をします。できたのは628年なので1400年前ぐらいですかね。で、明治時代に神仏分離令っていうのがあって、お寺と神社は別々になりますよっていう、まあ、法律ができたんですけれども、それで浅草寺から独立、ちゃんと独立して神社となったと言われています。恒例のおみくじタイムです。大吉が出たら嬉しいな、ずっと吉だけなので、はい、恒例のおみくじ開封の時間です。さあ、何が出るかな、なんだろう、何が出るでしょう。はい、吉ですね。また吉が出ました。うん、ずっと吉ばっかり出ますよね。2つのことじゃなくて1つのことに集中しろっていうようなことが書いてありました。浅草寺病院です。浅草寺病院からのお寺さんと何か関係ある病院なんですかね。は銭塚地蔵像といって、商売繁盛の神様だそうです。隣はね、花屋敷です。遊園地ですね。こうレトロな感じの遊園地やってるんですかね。こっちからね行けるんですよ。じゃあ花屋敷通りです。浅草寺六角堂です。六角形だから六角堂、はい、お地蔵様が祀られています。たくさんの神社がね、浅草寺の周りにこう小さいんですけど祀られてるんですね、古くから。三峰社、
ちらの方はお不動様のようですね。お参りしている人がいます。そして隣は薬師堂ですね。この薬師堂は徳川家光がなんか建立したっていう話らしいんですよね。そう、新しそうだけど結構歴史がある建物なんですね。たくさんお地蔵様が祀られている中で、その近くに弁財天が祀られています。まあこれでね、ここでお願いすれば、ちょっとお金のお願いを聞いてもらえるかもしれませんね。弁財天さん。こちらには大黒天と恵比寿様が祀られていますね。たくさんの神様にこうお寺の本堂が守られているようにこう配置されてます。はい、こちらには塔が立っていますね。真ん中あたりにちょっと仁王様のような像があるんですよね。見えますでしょうか。なかなかこう凝った作りですよね。歴史が長そうです。そして隣へ移るとこちらは大仏様でしょうか。あ、阿弥陀如来。そう、阿弥陀如来だそうですね。なかなか立派です。はい、五重塔です。立派ですね。実際中は登れないって聞いたんですけれどもね。まあ、最初五重塔は三重塔で左右に2つあったみたいなんですよ。でもまあ何回もね、火事やらなんか何やらで焼けたり倒れたりして、で徳川家光が五重塔で一つ建て直したようなんですね。ところがもったいないことに、まあ、昭和20年にやっぱり焼けてしまって、で今の場所にこの五重塔を作ったっていうことです。これが昭和48年ということで48年前ですか。だからまあまあまあまだ新しいですよね。50年経っていないんで。まあ、とても綺麗で立派で、夜はライトアップされて、これを見たくて、まあ、カップルがデートしに来るなんてこともあるようですね。仏像が3つ並んでいます。真ん中は地蔵菩薩で、その両脇左右どちらも阿弥陀如来だそうですね。こう赤い舞掛けがちょっと可愛いですね。まあ、お地蔵さんって赤い舞掛けをしているのがちょっと多いなという気がします。さてこちらは、母子地蔵尊と書いてありますね。ちょっと可愛いですよね。お母さんと2人の子供のお地蔵さん、とても可愛いです。そして反対側にはまあ、大変立派な、まあ、大仏様、こちらも阿弥陀如来なんですかね、が2つ並んでいます。でいつできたのか見ると、江戸時代なんですかね。まあ、そう、
江戸時代、一応江戸時代ということで表示されていますね。ちょっと大きい。で、二尊仏と言いますね。ここはね、このお堂はちょっとね、詳しくよくわからなかったんですよ。まあ、多分ね、この地域の人たちのためにある、地域の人たちがこう作ったものではないかなと説明書きを読んで思いました。うん。で、まあこのお隣もよくわからないんですけど、まあ平和って書いてあるんで、おそらく、まあ、戦争の魂を慰めるために作ったものではないかと思います。うん。まあね、いろいろちょっと古そうな感じですよね。うん。戦争の魂じゃなくて、まあ戦死者、戦争の被害に遭って亡くなった人たちの魂を慰めるためと言い直します。に、まあ、建立の日付が書いてありますね。昭和24年だから、まあ、戦争が終わって4年後ですか。うん、終わって4年経って作られたものですね。浅草は雷おこしや人形焼きが有名ですが、この揚げまんじゅうがとても美味しいんですね。甘いものももちろんありますけれども、今回はもんじゃ風の味を選びました。とても美味しいです。浅草神社の奥に悲観稲荷というお稲荷さんがあるんですよ。こちらのお稲荷さんも鳥居が赤くないんですよね。赤くないからといって仏教系のお稲荷さんかと言われると、まあ、必ずしもそうではないみたいです。悲観稲荷ですから、多分出世のご利益があるんではないでしょうか。かなりこう歴史を感じますね。浅草寺と、まあ、浅草神社を離れまして、これから向かうのは松山正殿です。で、正殿って何かっていうと、皆様弁財天とかね、恵比寿殿とか大黒殿とか毘沙門殿とかね、そういうなんとか殿っていうの聞いたことあると思うんですけど、そのね、天部の神様が祀られてる、まあ、お寺なんですよ。で、このお寺は浅草寺の北東にちょうどあるんですね。なので、まあその北東の鬼門って言われてる方角を守ってるお寺とも言われています。だから浅草寺とは無関係ではないんです。関係があるお寺なんですね。お坊さんとかもお寺の人事異動とかあるんですかね。で、その天部の神様っていうのは、ある仏様、そう、仏教なのに仏様じゃない理由なんですけど、インドのヒンズー教からね、仏教に取り入れられたね、神様なんですよ。だから、仏様としてはまだまだ未熟。だから神様と言われてるんですけれども、仏様とはまだまだ、仏様としてはまだまだ未熟ってことは人間に近いんですね。だから仏様っていうと、だいたい極楽浄土に関して、まあね、拝んでれば死んだ後極楽浄土に行けますよとか、そういう感じのお願いを聞いてくるものだと思うんですけれども、なんですが、人間に近いって言ったんですけれども、仏様よりはね、近いってことは人間的な感情を持ってるんですよ。だから怒ったらめちゃめちゃ怖いっていう話で、特にこれから行く聖天様、松山正殿の聖天様と滝二天
豊川稲荷で祀ってる滝見店は本当に厳しい、ちょっと間違えるとやばいことになると聞きます。ちなみに聖天様はのヒンズー教ではね、ガネーシャっていう象の頭の神様いるんですけど、そこから取り入れられた仏、あの神様だから、聖天様も頭は象の神様です。着きました、到着です。あ、何が厳しいかっていうと、例えば生理中の女性は拝んじゃいけないとか、ニンニクとかネギとかを食べた体で入っちゃいけないとか、汚い体で入っちゃいけないとかね。七福神として毘沙門天様を祀られてます。で、聖天様をね、直接拝むことはね、できないです。年に一度その前に立ってる十一面観音像は年に一度だけね、見せてもらうことができるんですけど、聖天様を一般人が、ね、見ることは絶対できないみたいなんですね。まあ、その毎朝お坊さんが熱い香油をかけて、人々の願いのためにご祈祷してくれるということをやってるそうです。ちょっと緊張しますね。訪れるのは私も本当に久しぶりです。入りましょう。何が変わってるかっていうとね、大根をお供えするんですよね。中に入って大根をお供えしてお願い事をするんです。あとね、これは知らない人多いんじゃないでしょうか。はい、裏の方を回ってみましょう。こちらに塔がありますね。江戸時代に建立されたもののようです。さて、おみくじはまた基地ですね。まあどこもね、基地がたくさん入ってるんでしょうっていう話でもあるけれども、こういう浅草寺と同じぐらい京や大京がね入ってるところでね、やっぱり基地っていうと、もうこの厳しい神様がもうどこで引いても基地だからって私に言ってるような気がしますね。とにかくこれからあなたとりあえず基地だから頑張ってねっていうメッセージを感じます。あとでね、ゆっくりちょっとね、これらのおみくじを見たいと思います。そして、お稲荷さんですね。こちら商売繁盛のお稲荷さんで、こちらもやっぱり鳥居が赤くないんですよね。必ずしも仏教系滝二天関係のお稲荷さんだとは言えないんで、何とも言えません。太田道館が建立にちょっと関わってるみたいですね。こちらは百度石といって、お百度参りの時に目印として使うためにこう作られたものですね。お百度参りっていうと神社でも行われるんですけれども、100回行ったり来たりしながら100回お参りするというものです。ここの場合は本堂の周りを100回回るということだと思います。裏側では聖天様が近いので、聖天様が近いので裏でお参りしている人もいます。はい、ここは糸塚ですね。ちなみに聖天様は寛喜天とも呼ばれています。すごくめでたい名前ですね、寛喜天。そして聖天様の
トレードマークの巾着です。信じる者には宝が与えられるということで、もう宝のイメージとしてこの巾着袋がね使われているんですね。原生利益ということでね、心願成就がというね、こう火が掲げられています。はい、こちらは歓喜地蔵尊と言いますね。子育てのお地蔵様として信仰されています。まあ歓喜天聖天様はもともと夫婦円満の神様なんですね。そしてこちらの方が出世観音ですね。学問とか芸術とか出世とか商売繁盛の観音様です。こちらでよくお参りしている人も見かけますよ。はい、こちらに先ほど話した、聖天様に油をかけて祈祷するという欲遊具のことが書いてありますね。まあ、7日間ね、一人のお願いに7日間ね、祈祷してくれるそうです。まあ、ぜひ頼んでみてはいかがでしょうか。これはね、なんかことどい橋、昔のことどい橋の縁石と言われてますね。今はもう普通にこうやって橋がかけられてますけど、交通量もすごいですね。で、まあやっぱ東京大空襲の時に猛火に見舞われた。あらあら、かわいい、というところで、そういう戦争っていう、そういったところで亡くなられた人っていうのを記念碑みたいな、戦争って良くないよねってことです。千羽鶴もたくさんあります。これ大根です。さっきの町山商店さんでね、いただいたんですね。祀った、みんな大根を買って、お祭りのお参りするじゃないですか。大根をこう捧げて、でその大根っていうのは、その後お参りした人にこう持ち帰れるようにする、商店様に祀ってあった大根なんで、食べたらご利益があるかもしれません。なお聖天様の、祭り冬にあるんですけど、その大根を風呂吹き大根っていうのをね、境内で作って訪れた人にこう食べさせるっていうね、お祭りがあります。はい、隅田川までやってきました。この間の水上バスの動画を見てくださった人がいたら覚えていてもらえるかも。あちらの金色のビルがアサヒビールの本社ですね。その横にちょろっとだけうんこビルも見えますけれども、で頭だけ見えてるのがあれがスカイツリーですね。非常に人が少なくて静かです。船、私が乗ったのと違って自動販売機がついてるんですよ。見えるかな。ちょっとね、もうちょっと天気がいいとね、気持ちいいだろうなと思いますね。今日はもう梅雨で蒸し暑くて。ドーム型みたいなのに乗ってみたい。ちなみにあちらのドーム型のやつは
ヤマトとかスリーナインの原作者の松本零士っていうね漫画家の人がねあのデザインしたようなんですね。あの似たようなのがね3つあるらしいんです。こちらは卑弥呼ですね。この船は卑弥呼という名前です。そして先の方をね見るとですね、あちらにもね同じタイプの船がね止まってるんですよ。ちょっと行ってみましょう。あれは何ですかね、ホタルナ、ホタルナですね。そしてホタルナも出発を始めたようですね。動き出しました。ちょっと長いですね。すごく大きいですね。近くで見ると何人乗れるのかな。エメラルダスです。エメラルダスかっこいいですね。シュッとしてて、ではちょっと街中へ戻ってみましょうか。はい、アサヒビール本社うんこビルが見えます。あの建物がなんか銀座線ができた時にできた建物だって言ってますよね。確かスーツさんの動画で見ました。結構歴史が長いものだった。浅草観光文化センターというところに来ています。ちょっと雲が多くてスカイツリーがもう見えなくなっていますね。こちら側に回ってみると先ほど回った仲見世や浅草寺が見えます。奥の方に浅草寺がありますね。その横が五重の塔で、でその横が、花屋敷ですね。手前の赤い建物は、浅草公会堂ですね。今見えなくなってますけど、これです。はい、今日はね、ちょっと浅草を軽くね、回りました。この辺真剣に一周しようと思ったら、例えば七福神巡りとかもしやったら半日コースになっちゃうんですね。ちょっとねそういう体力が私今なさそうなのでそれはやめといたんですけれども、まあなんかやっぱり町山少年、あそこはなんかやっぱパワーポイントっぽいっていうか、
構大きい通りがすぐ近くにあるのにそういう想像したがなくて、こう空気が張り詰めた感じ、皆さんもね、ぜひ行ってみてください。現世利益の強い神様なので、真剣にお願いすればなんか願いが叶うかもしれないです。はい、では今日はそんなとこで、ご視聴ありがとうございました。